はい、皆さん、こんにちは、ゆうきです。というわけで、今日何をやっていくかと言いますと、もうすごい見た感じ、ピンク色のお店なんだけど、いわゆる、ガールズバーなんだよね、ここは。まあ、店の名前はガールズバイトって言うんだけど。で、今日ここで何をするかと言いますと、まあ、この、はるこさんとか、あやさんとか、可愛い方はいるんですけども、奥にいるね、エミリーさんなんだよね、今日用があるのは。このエミリーさんは、まあ、前回も、まあ違う方と、まあ、恋愛イベントみたいなものをやったんですけども、このエミリーさんも実はこの八神さんの彼女になってくれる候補の一人で、実はねこのエミリーさんとあと一回ちょっとゲーム的なものをやって、それを成功したらもう親密度が4になる手前まで進めましたので、これでダーツで遊んで、これで勝てばおそらくダーツもうできないのか。ダーツを独占するのはバーのマナーに反してしまうな。さっきまでダーツやってたんだよね。じゃあ、ちょっとバッティングセンターに行こうか。で、バッティングセンターで、おそらく、いいスコアを出したら、エミリーさんの親密度が4になるので、で、4になったら、続きのイベントができるんだよね、このエミリーさんとの。じゃあ、頑張って、スコアをいい点出しましょう。よし、頑張るぞ。高行、かっこいいところ見せてよ。これがね、でも、普通のバットしか持ってなくて、実はそんなに得意ってわけじゃないんだよね。まあ、レベル2でやってみようか。まあ、ここら辺はでもまあ、カットしてもいいかもしれないね。ちょっと、最初の1球とか2球とか見せましょうか。まあ、ここら辺にカーソルを押して、タイミングよくバツボタンを押せば、ホームランと。まあ、これが、右下の方に、8点って書いてあるから、あ、クソ早すぎた、バットを振るのが。8点を、まあ出したらいいんだよね、これは。オッケー、これはタイミング良かったな。ホームラン。よし、これで2点。まあ1回ストライク取られてしまったけど、これはここに来るんじゃないかな。ここか。あ、でも、これはあれか、ヒットになってしまった。まあでもこんな感じで、8点を取れるかってことだけど。あ、クソ、これもヒットか。結構難しいぞ、これは。8点取るの。おっしゃ、でも。よし、これででも4点か。でもあと4球しかないからな。あ、でもこれはホームランだ。で、あと3球中で2点取ったら一応ゲームクリアってことになるんだけど、今なんかあんまりカーソル合ってなかったけど一応ホームランなんだ。今のタイミングが良かったってことかな。カーソル合ってなかったけど、よっしゃ、これもいった。オッケー、8点だ。まあ残り1球はサービスということで、オッケー、これもホームラン。で、結局9点取れたね。クリア、やった。まあ、エミリーさんにもいいとこ見せれたということで。これで、どうにか、親密度が4まで上がるんじゃないかな。こんなもんかな。なかなかやれねえ。あ、いったね、4まで。レベルアップ。で、これでおそらくエミリーさんとのイベントが進行できるはずなんだよね。高行、おかげでいい気分転換になったよ。だったらよかった。また遊ぼう。というわけで、まあでも、このイベントを進行するためには、一回このお店から出て、多分、なんだろう。エミリーさんからのメッセージがおそらく来るんだよね、スマホに。まあそれに、返答して進むみたいで、おそらく。まあそのメッセージがでもどういうタイミングで来るのかちょっとわからないんですけども。まあでもとりあえず一回、あれかな。探偵事務所に戻りましょうか。食安街エリアの横浜99か。ここが、まあ、偉人町における八神さんの拠点なんだよね。あ、来た来た、メッセージ。こういうタイミングで来るんだね。お、エミリちゃんからだ。もしもし。高行、今大丈夫か。これメッセージじゃなくて電話だね。ああ、大丈夫だよ。高行と会いたいな。めっちゃストレートだよね。バーに来てほしいってこと？もう違うよ。デートのお誘い？普通にデートっていうことを認めてくれるの嬉しいね。ねえ、高行、今日はちょっといいことがあるかもよ。いいこと？ふふ、それは後でのお楽しみ。それじゃあいつもの場所で待ってるから。いつもの場所ってどこだっけ？ちょっといいこと？なんだろう？まさか、俺も覚悟して向かった方がいいかもしれないな。ステップバイステップその3というわけで。で、いつもの場所ってでも、
ここか？あ、ここだね。神代駅東の、まあ、出口あたりかな。じゃあ、ここまでタクシーで行きましょうか。まあ、ここにちょうどタクシーが今乗ってきたところだけど、また再度乗って行きましょう。神宮駅の、どこだ？ここら辺か。ここだよね。ここがいつもの場所っていうのは正直ちょっと覚えがあんまりないんだけど、どういうことかな？どういうことかっていうか、まあ、以前にここで待ち合わせしたことはあると思うんだけど、あ、いたいたいた、エミリーさん。すごいもう本当に綺麗な方だから、目立つよね。よし、話す。後ろの空飛ぶ魚大量出現中ってなんだ？水族館のなんか、広告かな？あれ？もう来てたんだ。待った？うん、大丈夫。なんか緊張しちゃって早く来ちゃった。珍しいね、エミリーちゃんが緊張するなんて。だって今日は特別な日だから。特別な？ねえ、高雪、私、ご飯食べたいな。中華。ああ、そういえば前回も中華食べに行ったよね。ああ、それじゃあ中華街に行こうか。まあ、この街の中華街って結構治安悪いんだけどね。まあ、普通の一般人が歩いてる分にはなんか襲われたりはしないのかな。矢上さんめっちゃ襲われるけど。相変わらず賑やかな場所だな、ここは。とか、エミリーさん結構中華が好きなのかな？食べ物として、食文化として。エミリーちゃん？ん？なんだ？あ、笑ってる。なんか、幸せだな。高雪とこうして二人で歩けるの。ああ、そうだね。これからもいろんなところに行けたらいいな。ああ、俺もそう思うよ。なんか男前だね。美男美女だよね、でも本当に。ご飯食べた後だと眠くなっちゃうかな。え？何？うん、思い立ったが吉日だよね。あれ？それはちょっと意味が違うかな？スウェーデン食わぬ男の恥？なんかいろんな日本のことわざ使うな。エミリーちゃん？うん、こういう時はシンプルがいいよね。シンクシンプルって、ああ、まあ単純に考えるみたいなことかな。さっきから何を？あ、ボイスがある。あ、これ告白シーンか。私ね、最近ずーっと高雪のこと考えてるんだ。起きてる時はもちろん、夢の中にも出てくるの。昨晩なんてね、白バイに乗ってられたんだよ。どういう状況だよ。なんで白バイなんだろう。せめて白馬だよね。白馬とかかってんのか。でも白バイに乗ってる高雪もかっこよかったな。でも本当になんか恋してるんだよね。あのね、高雪、私高雪のことが好き。本当に好きなんだ。世界で一番好き。だからこれからもずっと一緒にいたいな。一緒にいろんな場所に行って思い出作りたいよ。いいよね。これ本当に告白シーン手をねえ、尽くして、まあ、こういうの作ってくれてるんだよね。手が込んでるというか、エミリーちゃんの思いに俺はどう応えるんだ。これね、まあ、はいを選ぶんだけど、矢上さんもうすでに彼女がいるんだよね。以前にも告白を受けて一応、ちゃんと、ねえ、それを受けて恋人になってるんだけど、まあ、はい行きましょうか。ああ、俺も思う。これからもエミリーちゃんとずっと一緒にいたいって。あ、でもなんか一応、ハッピー的な終わり方になるのかな、これは。まあ、これでもなんか、二股してても、ゲーム中で、浮気がバレるなんていうことは、展開上起こり得ないんだけど、やっぱ悪い気はするよね。高雪はめっちゃ抱きしめられてる。ちょっと。高雪、大好きだよ。悪いよね、こんな女の子に。二股かけるのは。まあ、もう一人の方もすごいいい方なんだけど。でも結構実は告白イベントが発生するっていうのは知ってはいたんだけど、こんないきなり発生するんだ。もうちょっとなんかイベントがあってから最後に来るかと思ったけど、なんか遅くなっちゃったね。うん、送っていくよ。うん。でも最初このエミリーちゃんからは
君なんか興味ないよ的な感じで名前すらね、またしばらく覚えてもらえなかったのに、今となってはこんな大切に持ってもらえるような存在になったんだね。それじゃあおやすみ。ねえ、高行はさ、何？おいしいものは最後まで取っておく方？何だろう、何の質問だろう。ん？何のことかな。もうとぼけちゃって、でも私はそうだから、そういうの大事にしたい。全く何のことやら。ふふ、高行ったらラブラブだね。じゃあまた連絡するね。あ、でもこれでとりあえず一旦お別れかと思ったけど、うわ、すごい。熱々だね。あんな美女から言われたらすごい嬉しいんじゃないかな。エミリちゃん。エミリちゃんらしいや。あ、でもこれで終わったんだ。意外と早く終わったな。ちょっとした人イベントがあるかとは思っていたんだけど、ほら、なんか右上に二人の女性のシレットがあるけど、あれはもう彼女が二人いるってことなんだよね。で、どうしよっか。もうちょっとなんかイベントがあるかと思っていたんだけど、じゃあこの流れで、この流れでってわけではないけど、こっちにいる星稜高校の保健医の先生もね、彼女候補なんだけど、そっちのイベントも進めようかな。どうしよう。まあ、と思ったけど、てか、この早乙女月乃さんが最初にできた恋人なんだよね。まあ、月乃さんからしても、エミリさんからしても裏切り行為を働いてるわけだけど、八神さんはどういう心境なのかな。んで、何をしよう、本当に。これでもう今日はとりあえず終わろうか、それか。なんかでもできることがね、そんなにないんだよね、正直言うと。ん、じゃあでも一回つくもに戻りましょうか。つくもっていうか探偵事務所に。で、職案外の99か。ここに戻ってなんかちょっと時間帯を昼に進めてみようかなと思うんですけど、あ、そうそう、このワンちゃんもいるんだよね。話す、まあ話すは今はいいかな。てか、そうか、あのワンちゃんと散歩って実はあんまりしたことがなかったから、てかこれもまだできてないんだよね、この最後の依頼、探偵に対する依頼リスト。これもいずれなんかいろいろなクエストをクリアしていけば最終的にできるようになると思うんですけど、まず昼にしてみようか。昼にしてちょっとあのワンちゃんと散歩に行こうかな。あんまりすることがないから、今までやったことなかったんだけど、このねワンちゃんなんか探偵の名前をつけてもらってるんだよね、確か。なんだっけ。よし、散歩に行くぞ。ワン、そう、ランポって言うんだよ、ランポ。江戸川ランポっていう、あ、そっか、探偵ではないけど推理小説の作家さんの名前がついてるんだよね。犬の散歩中は店舗やプレイスポットなどが利用できなくなります。まあ、なんていうか、この街をじっくり見て回るにはちょうどいいのかな、これは。あ、なんかすごい黄色の奇跡っていうものを手に入れた。なんかめっちゃアイテム拾うじゃん。なんかランポと散歩しているときにこうアイテムを拾ったら、いつもより複数のアイテムもらえるのかな。だいたいさっきみたいなアイテムを取っても1個しか基本手に入らないんだけど、今5個ぐらい同時に手に入ったよね。まあこの散歩をしていたら、いつもはじっくりと見れないこういう街を眺めることができるというわけで、ホテルバーニス、こんなとこにホテルがあるのも全然知らなかったもんね。まあだいたいね、こう歩いていたらよく不良みたいな奴らに絡まれますから、八神さんは、チンピラに。でも、ランプと散歩しているときは、こう、絡まれないんだよね。あ、唐辛子で言うと。こんな、地面に落ちてる唐辛子の中、食べたらダメだよ。蜂の巣？すごいもの手に入れたな。で、ここは、いわゆる、コリアン街っていうのかな？韓国のお店がいっぱいあって、
おもぎの近いってこの焼肉屋もあるんだよね。この焼肉屋でイベントとかも結構ありまして、いろいろあるよね、こんなとこ。アジアンパブ、いかがわしいお店かな。で、ここもなんかそんな感じかな。ブラックホール、大好きガール、ちょっとなんか韓国的なあれなのかな。アジアンって書いてある、高級コリアンって書いてあるからね。こんなとこもね、この道も何回も通ったことはあるんだけど、こんな店があるなんて知らなかったもん。なにこれ、キャットキャバクラ、なんだよそれ。猫のしぼべん、猫が待ってるやんって言ってるけど、実際には人間が猫の格好してんのかな。で、この先も一応行けんのかな。てかこの先はね、本当になんていうか、ジンゴン派っていう韓国マフィアの根城みたいなところがあって、本当はかなり危険なところなんだけど、まあ今となっては普通に通れるという。何なんだろうね。でも本当に危険なエリアなんだけど、ここは。なんか普通の一般人は入ったら二度と戻れないとか言われているようなエリアなんだけど、何なんだろうね。普通に入れるんだよね、実は。まあだから特定の、なんかそれこそヤクザとか、マフィアとかが入ったらさすがに、韓国マフィアから襲われんのかな。本当になんかこう、見て回るだけで面白いよね、これ。こんな路地も、いつも走ったり、スケボーに乗って駆け抜けて、いろいろじっくり見ることはできないけど、今はこうやって見れるからね。たまにはこうやってランプとお散歩するのも悪くないね。あ、四つ葉のクローバーっていうのを手に入れた。これは結構なんかレアなアイテムじゃないかな。まあ、でも四つ葉のクローバーって何に使うんだろう、素材としては。サソリ。サソリなんか取るなよ。まあ、こういうのはなんかいろいろ、例えば機械的なパーツだったら、ドローンとかの部品にできるんだけど、ああいうサソリとか四つ葉のクローバーっていうものは、仙薬っていう、まあ、仙人の仙に、薬の、まあ、そのまま薬と書いて、仙薬っていうものを作れたりするんだけど、それの材料になったりするのかな?で、ここが陣内駅の、高架下的な感じかな。ここら辺もね、本当に、じっくり回ることは絶対ないもんね。こんな店もあるのも知らなかったもん。ライブラリーカフェ、木枯らし。なんかちょっと入って、お茶とか飲んでみたい場所だよね。最近だとまあ、いろいろスマホとか、iPad みたいなタブレットとかで、本とかを読むことが多いんですけど。まあ。でも昔はやっぱり普通の本をああいうカフェとかで読んでる人は多かったんだろうね。ああ、僕も結構カフェとかに行って、なんか電子書籍で、まあ小説だったり漫画であったり、まあ時には映画とかを見たりすることもあるんだけど、やっぱり雰囲気がいいところっていうのはまあなんかいいよね。まあそんな長時間いていいかっていうのもあるんだけど、まあでも人がね、いっぱいいてない時間帯だったら、しばらくはいていい雰囲気もあるから、おそらくいいよね。混んでる時にずっと居座ってたらさすがに迷惑かもしれないけど、てか何の話をしてるんだってことだけど、あ、そういえばあそこの方になんか観覧車とかもあるんだよね。あの観覧車があるエリアには、まあ実は、八神さんは行くことはできないんだけど、でも夜になったらあの観覧車がね、ライトアップされて、いろいろカラフルに光っていて、まあロマンチックなんだよね。ここにもアイテムがあるな。謎のキノコ、絶対取ったらダメだぞ。謎の種ってなんだよ。まあ、ここら辺のアイテムとかを入手するのにも結構ランプと散歩するのはいいかもしれないね。あ、そう、バッティングセンターね。この動画を始めた時あたりに、エミリーさんと一緒にデートに行ったとこだね。バッティングセンター。まあ、ダーツをもう一回連続でできるかと思ったら実はできなくて。てか、ここもさ、よくっていうか、
9点取れたよね。8点以上取らなかったら、まあなんか、スコア的にいいスコアっていうことにはならなかったから、ギリギリクリアできたけど、結構最初の方本当に、あ、これなんかもしかしたら失敗するかもしれないと思ってプレイしていましたから、結果的にでも9点取れてよかったかな。ミミズ取ったよ。こういうなんか拾ったアイテムとかってどこになんかしまってるんだろうね、ヤガミさんは。そういうのをしまう用の専門のカバンとかあんのかな。まあ、今までミミズとか謎のキノコとかサスリとかやばいものも拾っているけど、全部その中にしまうのかな。でもやっぱりそうだよね。あそこの観覧車まで行けないんだよね。で、ここなんか裏口かな、バッティングセンターの。ちょっとアイテム取っていきますけど。てかこんなところはマジで一回たりとも来たことがないもん。あ、なんかカッパがある。このカッパってなんか調べれんのかな。あ、調べれないや。いや、てかこれカッパの口から水が出てる。どういうなんか、意味で水を出してるんだろうね、口から。その水を飲むとでも言うのかな。てか、ここの水って、なんか、今、横にある、まあ、橋の下の水で、おそらく海水なんだよね、これ。海の水であって。どうなんだろう。海水だと思っていたんだけど、違うのかな。ここからでも海水が流れていたら、海水を飲むわけにもいかないし、でもまあ、なんていうか、海水の近くにある、まあ、噴水が必ずしも、海水をね、噴出してるとは限らず、真水を噴出してるかもしれないから、あれもそういうやつなのかな。これ入れんのかな？ランプいるけど。あ、ランプ普通に入れるんだ。なんとなくランプはこういう屋内には入れないと思っていたんだけど、入れちゃったよ。こんなとこ散歩したら迷惑だよね、バッティングセンターの人に。このなんか裏口だけじゃなくて、この中まで入れちゃうんだ。普通の表口っていうのかな。こういうとこにもプリクラとかあって、UFO キャッチャーとか。うん、なんかめっちゃこれバッティングセンターの人じゃないか。犬連れて行ったら絶対迷惑かられるよね。まあ、出ましょうか。出れないだと。やっぱ基本的にこういう屋内に入れないんだよ。ランプが言ってる状態だと。表口からね、出れなかったもん。だからこういう裏口からだけ、こういうとこに入れるという、まあ、一種のなんか、バグかもしれないよね、これは。本当は屋内に入れないんだけど、ランプと一緒では。でもまあ、裏口の扉だけ、まあ、ゲームのシステム上、入れないようにするのを、何なんかめっちゃ泣いてるけど。この伸びたコイルっていうのを、でももう、ないんだよね。伸びたコイルはもう最大限に持ってるから。てか、ここら辺もさっき来たのに、またね、アイテムが復活してるんだ。助かるな。またミミズを取ったよ。まあ、でもどうしよう。こんな感じでもう息はそろそろ終わろうかな。右下にね、なんかこう、犬を戻すって書いてあるんだけど、あれをやったら、ランポは自動的に、横浜99課っていう拠点の探偵事務所まで戻ってくれんのかな。じゃあ、ちょっと戻してみましょうか。このアイテム取ったら戻ってもらおうかな。よし。じゃあ、ランポ、戻ってくれ。あ、普通に本当に勝手に一人で戻っちゃうんだ。一人でっていうか、一匹でっていうのかな。リードとかもあったけど、ほら、もう出たよ。ランプがいなくなった瞬間、こういうヤンキーに絡まれるんだよ。まあでも試しに戦ってみようか。ボクシングスタイルの戦闘スキルも、結構、あんまり使ったことなかったからね。嘘、いきなりバットかよ。あ、これね、ケインってやつ。OK、やべえ、なんか、スタッフじゃないわ。戦闘スキルを変えてる時に殴られまくった。もうこれやっぱボクシングスタイルって結構、うわ、やばい、いきなり後ろから殴られたわ。
ボクシングスタイルってでも、やっぱりリーチはあんまり長くないな。単体の相手だと結構有効かもしれないけど、戦闘スタイルとしては。で、このバットで、逆にお返しだ。殴られた。よし。まだバットあるな。てか、竹刀持ってんじゃん、こいつ。で、これで終わりかな。こんな風にバットで殴られたらもう、後遺症が残るレベルの怪我をしそうだけど、あ、まだいるわ。こいつなんか持ってんのナイフか？あ、普通に殴って終わったわ。車に轢かれていってしまったけど。大丈夫か？あれも一応、星稜高校の生徒だと思うんだけど。ま、でも今回はこれで終わろうかな。ヤガムさんも一応、星稜高校の、まあ、臨時っていうか、外部指導員的な感じで今、在籍してるんだけど。まあ、でもこれで終わろうか。うん、じゃあ皆さん、今回ご視聴いただいてありがとうございました。次回も、彼女候補の一人を、イベントを進行していきたいと思います。だから次回も新密度を4にするところから始めようかな。それじゃあ皆さん、改めましてご視聴いただいてありがとうございました。皆さんまたねー。バイバイ。ありがとう。